こんにちは、ボロタン Z です。これから 3DCG を始めたいと思っている人や 3DCG を仕事にしたいと思っている人たちに向けて、楽しく 3DCG を作るためのコツや情報を伝えていこうと思っています。今回は前回作ったローポリゴンのキャラクターに骨を入れて動かせるようにしていこうと思います。ブレンダーではアーマチュアという仕組みを使って骨を入れていきます。このアーマチュアで骨構造を作って、キャラクターと親子付けしてモデルにウェイトを設定することで、キャラクターを自由に動かすことができます。このアーマチュアを1から入れていくのももちろん良いのですが、二足歩行のキャラクターをもっと簡単にリギングまで行ってくれるリギファイというシステムが標準搭載されていますので、そちらを使ってキャラクターを動かせるようにしたいと思います。リグを組むことまでできれば、キャラクターに命を吹き込む準備ができたようなものです。では始めていきましょう。まずはプロパティのアドオンでリギファイをアクティブにします。検索で RIG と打つとすぐに見つかると思います。追加のアーマチュアの中にヒューマンメタリグがありますので、こちらを追加します。追加したらキャラクターモデルの骨になるように大きさを合わせますので、アーマチュアのプロパティのビューポート表示の中の最前面にチェックを入れます。これでモデルの最前面に骨が表示されます。メタリグを選択してスケールでキャラクターと大きさを合わせます。腰の位置と鎖骨の位置を基準にすると良いと思います。大きさを合わせたらオブジェクトの適用のオールトランスフォームをかけてスケールを1にしておきます。ボロタン Z マンは比率を合わせるため直立で作成していましたが、キャラクターに骨を入れるときは T スタンスもしくは A スタンスで入れるのが一般的です。腕を水平に90度に伸ばす T スタンスと斜めに下した形の A スタンスとありますが、今回はメタリグの形の A スタンスに合わせます。もし T スタンスに合わせたい場合は T にしてください。モデルを選択してエディットモードにして、腕のポリゴンを選択して腕を骨に合うように回転させます。もしシンメトリーがうまくいかない場合は片腕ずつ回転させると良いと思います。 3D カーソルを腕の骨の位置に合わせてピボットポイントを 3D カーソルにして回転させます。反対側はカーソルの X の位置にマイナスを入れて同じ回転値で回転させます。メタリグの関節の位置をキャラクターの関節の位置に移動させていきます。骨がつながっていない場合もありますので、2つの骨を選択して移動させます。一通り骨を配置し終わったら、メタリグのデータプロパティにリギファイがあるので開きます。フェイシャルをアップデートします。その後にリグ生成ボタンを押します。そうするとリグが生成されます。メタリグを再調整することで再生成することができますが、ひとまずメタリグを非表示にしておきます。骨とリグができましたので、次はモデルを骨に親子付けしてスキニングを行います。モデルを選択して、その後にリグを選択し、ペアレントのアーマチュア変形の自動ウェイトをします。リグとモデルがスキニングされて、リグでキャラクターを動かすことができるようになります。リグを動かす場合はポーズモードにします。手のリグを選択して動かしてみます。腕がリグに合わせてついてきます。リギファイを使うことによって
人間の動きを簡単に作ることができるリグを自動で生成してくれます。リグのツールやアドオンは他にもたくさんありますが、ブレンダーに標準で搭載されているリギファイでも十分便利に使用することができますので、まずはここから始めてみるのをおすすめします。腰を動かしてみると、人間のように足もリグで動いていることが確認できます。リグはコントローラーを動かすことで、なるべく自然な人間の動きっぽくなるように組まれた仕組みです。このリグにアニメーションをつけていくことで、簡単に人間の動きを表現することができます。腰の位置を手や足の長さ以上にすると伸びてしまいますが、手足のリグを選択して IK ストレッチをゼロにすると手足の長さ以上には伸びなくなります。カートゥーンのような動きをつけたり、手を大きくして強調したり、状況に応じて便利に使うことができますので、切り替えて使いこなしてみてください。一通り動かしてみると、不自然な曲がり方をしているところがあると思います。このぐらいの標準的なモデルであれば、自動でかなりきれいにウェイトをつけてくれますが、まだ少し形が不自然なところがありますので、そんな時はスキンウェイトを調整します。エディットモードにして、修正したい頂点を選択します。ポーズをつけたままウェイトを調整する場合は、モデファイヤーのアーマチュアの編集モードとケージにチェックをつけます。サイドバーのアイテムの頂点ウェイトに、現在振られているウェイトが表示されているので、そのウェイトを 100% にしたい骨を1にして、それ以外を0にします。元の形をなるべく保ちたい場合は1に近い数値にして、他の骨にも影響を受けたい場合は、影響の度合いを数値で設定します。合計値は1にする必要があるので、正規化を押して合計値が1になるようにしておきます。今設定している値は最初に選択された頂点にしか反映されていませんので、その横のペーストボタンを押して選択している他の頂点に同じ値をペーストします。片側のウェイトを調整したら、エディットモードで反対側の頂点を選択して、メッシュのウェイトのミラーをかけます。左下のオプションで、オールグループとトポロジーミラーにチェックを入れます。反対側に調整したウェイトが反映されます。そして一通り設定したら、頂点を全選択して、メニューのメッシュのウェイトのすべてを正規化を押しておきます。それではスキニングの調整もできましたので、このキャラクターにいろいろなポーズをつけてみましょう。
かがでしたでしょうか。キャラクターを自由に動かすことができましたよね。リグを使えばどんなポーズでも簡単につけていくことができます。次はこのリグでキャラクターにアニメーションをつけていきましょう。歩きのアニメーションをつけてみましょう。歩くアニメーションは参考となるポーズ分解された画像がネットで検索するといっぱい出てきますので、好きなものをダウンロードしてきましょう。横の画面にして参考画像をドラッグ&ドロップで置いておきます。ではリグを使ってそのポーズの通りに順番にポーズを設定していきます。ブレンダーのレイアウトの下にタイムラインがあってフレーム数が表示されています。アニメーションをつけるときに1秒間に何フレーム表示するかをまずは設定します。アウトプットのプロパティにフレームレートがあるので FPS を設定します。映画は 24fps で TV は 29.97fps でパソコンでは 30fps が一般的です。今回は 30fps に設定します。タイムラインの30フレームで1秒間のアニメーションになります。ポーズのアニメーションのインサートキーでキーを打ちます。タイムラインにキーが表示されます。フレームを5コマ進めて次のポーズをつけます。またリグを全選択してシフト S キーでキーを打ちます。これを繰り返してポーズからポーズへのキーを打っていきます。アニメーションはポーズとポーズの連続を高速で表示すると考えてください。日本のテレビアニメのコマ割りは秒間6コマから8コマです。実写映画のコマ数は24コマなので4フレーム置きもしくは3フレーム置きに変わるリミテッドアニメで制作されています。 CG も同じようにアニメのコマで考えると分かりやすく作業もしやすくなります。 CG は間を補完してくれますので全てのフレームで動いているのと同じです。参考画像の1から4番までのポーズをつけたら5番からは反転したポーズをつけることになります。そこでブレンダーにポーズライブラリーという便利な機能がありますので、ポーズライブラリーを使ってみます。プリファレンスのアドオンの検索で、POSE と入力して、ポーズライブラリーが有効になっていることを確認します。ビューのアセットシェルフを有効にして、3D ビューの下にシェルフを表示します。下のタイムラインの右横のサイドバーを表示させると、クリエイトポーズ、アセットのツールが表示されます。ここにポーズを登録すると簡単にそのポーズにすることができて反転することもできます。反転を使いたいので歩きのポーズを登録していきます。ポーズのフレームに合わせてクリエイトポーズアセットボタンを押すとポーズがシェルフに登録されます。しかし登録するとアクションが変更されてしまうのでタイムラインをデュープシートに変更してアクションエディターで元のアクションに変更しておきます。同じように他のフレームのポーズをライブラリーに登録します。登録し終わったら最後のフレームから5フレーム進めて1番のポーズを押します。するとそのポーズになるので左下のオプションでアプリフリップドにチェックを入れます。左右反転するのでキーを打ちます。同じように他のポーズも5フレームずつ進めて反転してキーを打ちます。簡単に反転した動きも作成できました。歩きのアニメーションができましたのでエンドフレームを最後のフレームに設定してループで再生してみます。ポーズの間は保管されて滑らかな歩きのアニメーションができました。もし動きがおかしいと思ったらポーズを修正してみてください。最初から全てのフレームを制御するのは難しいのでポーズで制御していきます。良いポーズから良いポーズへの補完は美しく決まるはずです。それでも動きを調整したい場合はキーとキーの間にポーズを追加してみてください。また動きに緩急をつけたい場合はキーのフレーム位置を前後に調整します。手付けのアニメーションもこうやってつけていくと何でもできそうですよね。Fカーブで調整したり細かく調整していくことは可能ですが、
絵で描くアニメーションと同じと考えた方がシンプルで、ポーズや見せ方にこだわった方が楽しくなってきますよね。いかがでしたでしょうか。ここまでできれば何でも作れそうですよね。さあ、無限の想像の世界で飛び回りましょう。次の動画ではこのキャラクターにモーションキャプチャーで動きをつけたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。